どうもナツメグです。どうもナルミです。いやいや、暑くなってまいりました。もう夏ですよね。え、そうですね。お便りを読んでみようと思います。はい。ラジオネーム、ゴチになるまでが遠足さん、ありがとうございます。ありがとうございます。東京都在住の方ですね。うん。なるみさん、なつめぐさん、おはこんばんにちは。いつも夫婦で楽しく拝聴しています。我が家では夫婦ともにもう数ヶ月在宅勤務が続いています。家庭での料理に凝り始め、最近はスパイスを調合してカレーを作ったり、ベランダで燻製したりしています。お二人は家庭で最近ハマっている料理とかはありますか？ありましたらぜひ教えてください。お酒のつまみだとなお嬉しいです。ラジオネーム、ゴチになるまでが遠足さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。凝ってる料理とかハマってるなんか料理、うん、ありますかってことなんですけど、ありますよ、夏目さん。いやー、ないなはい。ではラジオネーム、ゴチになるまでが遠足さん、ありがとうございました。ないという。ありがとうございます。こらこら。はい。僕ね、最近買って楽しかったのが一個あって、うん、これバズフィードの記事でも書いたんですけど、うん、牡蠣のカンカン焼きって知ってます？なんとなく聞いたことは。なんだろう、殻付きの牡蠣が一斗缶ってあるじゃないですか、うん、四角い一斗缶にパンパンに詰まって冷凍で送られてくるんですよ。それを焼く。それをそのままガスコンロにかける、うん、で15分ぐらい温めると、うん、ガス火つけて温めると蒸し牡蠣が出来上がるんですよ。とても楽で、しかもめちゃめちゃ美味しいんですよね。それどこで買いました？楽天、アマゾン？楽天、ヤフー、アマゾン全部で売ってる。売ってますよね。牡蠣のカンカン焼きって調べると出てくるよ。いや、これいっぱいあるんですけど、どれ買ったらいいか僕分かんないですよね。まあ大差ないと思うけどね。そうなんですかね。まあ、福島あたりの買っとけば問題ないと思う。俺買ったの福島さんのやつだったけど。そうなんですか。なんか僕思うのは、この、うん、違いがないというか、素材の味じゃないですか、完全に。そうだね。なので、まあだから、牡蠣の産地を好きなところを決めればいいのかなって気がするけどね。おー、そういう感じなんですね。結局、牡蠣を缶に入れてるだけだからさ。その牡蠣が大事でしょ。頼んでみるまで分かんないでしょ。そうか。福島がいいんですか？福島あたりじゃないですか、牡蠣といえばやっぱ。宮城とか、ふんふん、なんかそういう産地も書いてあるから、牡蠣のカンカン焼きで好きな産地で買ってみると、現在楽天アマゾンでカンカン焼きたくさんあるんですが、福島産のは一つもありませんあ、マジでじゃあもうどこでもいいっしょね、2、30個入って3000円ぐらいで来るんで、うん、すげえいいですよ。ほんとね、料理が楽。温める前にお酒をちょっと入れて蓋して火つけるだけで出来上がるんで、ゴチになるまでが遠足さんはお酒のつまみだと嬉しいですって言ってましたけど、うん、めちゃめちゃ酒のつまみになりますからね。これハサミとかどうするんですか？軍手と何、ピックみたいな、なんか殻を開けるマイソドライバーみたいなやつが入ってて、うん、それ使うとね、すげえ簡単に開けられるよ。へえ。火つけて割と食べ頃になってくると、割と牡蠣の殻も開きやすくなってくるから、うん、全然ね、俺も牡蠣の殻とか開けたことなかったけど、やってみたらすぐできたから、これすごいいいと思うんだよね。ほんとだ、いっぱいある。アマゾンで売ってんな、いっぱい。うん、アマゾンもあるね。ナイフ付きがいいな。それがおすすめなんですか、最近は？これめっちゃおすすめ。とにかく安いから、だいたい20-30個って言ったら3-4人で食べてちょうどいいぐらいだからさ、うんうん、それで3000円なので結構コスパもいいと思うし、うん、調理も楽だし、ぜひこれはいいんじゃないかと。あとね、もう一個あって、ほう、ひろみやっていう焼肉屋さん、結構有名な都内の人気店で、うん、普通に予約しようとすると1年待ちとかね言われてるぐらいなんですけど、そこがこのいろんな状況の中、そこで出すお肉を冷凍して配送してくれるんですよね。うんうん、で、600g のお肉、これまあ大体2人前ですけど、それを注文すると1万円なので、1人5000円ぐらいで普通にお肉届くんで、これをね、解凍して焼くだけで。へえ、良さそう。
全然美味しい。あのお店と本当同じ、まあ、変わらないんで。元が一緒っすもんね。タレはタレもついてるんです。そうそう、元一緒だからタレもあの漬け込んであるし、あの付属もついてくるんで。あ、タレがついてないっすね。うん、これをね、あの例えばホットプレートとか焼肉専用のグリルで焼くと、うん、もう広宮行くのってあんま買わなかったっすね、実際食べてみたら。これね、あの毎日15時に、うん、その日の分が発売されるんですけど、1分ぐらいで売り切れるんですよ。すげえ。ただ毎日15時なので、うん、あの 2,3 分前からちゃんと貼ってれば買えるんで、これをおすすめしたいですね。へえ。高級店の味ですよ。あの1人 5,000 円で値段もそんな高くないですね。ここまで美味しいと。僕あんまり高いお肉と安いお肉の違いが分かんないんですけど、うん、なんか違うんですかね。高いのと安いのだと油の質の違いとかある気がするんですよね、うんうん、安いのってやっぱなんだろう、硬かったり筋があったり、うん、割となんだろうね、普通の赤身が多いですけど、うん、高いお肉だといいバランスで油が入ってて、その油が割と溶けるような感触になっていることが多いんじゃないかなって気がするんですよね、うんうん、なのであの広めはまさにそういう感じで。へえ、買ってみようかな。これは高いお肉だなって味がしますね。高いお肉だなって。うん。あの、希少部位が結構入ってますよ、ちゃんと。へぇ。そうなんだ、そうなんだ。うん。まあでも、あの、スーパーとかで 100g1000 円以上のお肉を買うと、それに近い味になる、味というか、うんうん、お肉になるんで、スーパーで買っても全然いいと思いますけどね。うんうん、ただ、あの、タレとかはね、ちゃんとついてるから、ひろみやで5000円の買っても全然。元取れてんなって感じしますね。いいっすね。うん。このあたりはやってよかったなと。僕こういうの何か買いたいときに、うん。どこで買ったらいいんですか？楽天？こういうの？そうそう。例えばカンカン焼きもそうですし、まあお肉とか。うん。こういうお肉は、はい、やっぱりあのお店が個別売ってたりするから、うん、そういうところで買った方がやっぱいいっすよね。いやそうっすよね。僕楽天で買って前楽天で買ったら。うん、あのね、ちょっともう本当にいじめられてるんじゃないかと思うぐらいメールが届くようになっちゃってちょっと楽天はね、違うメールアドレス作んないとダメだな。いや結局あの楽天もヤフーもそうっすよ。注文する画面で、うん、普通に注文を押すとメール来るんですよ、ガンガン、うん、でもすごい下の方にメール受け取るみたいなチェックボックス入ってるんですよね。それ僕ね、楽天のね外したのにめっちゃ来るんですよ。マジで、うん、まあでもそれはヤフーも来るから。いやヤフーね、しょうがないよね。ヤフーそういうのちゃんとしてますよ結構。いやヤフーめっちゃ来るよ。本当ですか。俺もヤフーで結構買い物するんだけど、うん、1日5通ぐらい来てさ、でこれ全部消そうと思って、いやあのヤフー久々にログインしてどんなメール受信してんのかって見たら、もう十何種類受信することになってて全部消したけど、はいはい、ヤフーも楽天もまあまあ大差ないね。楽天の方がなんかメール多いって言われてるけど、はい、一緒一緒、ヤフーもひどいよ。あ、そうなんすね。うん、全然ひどい。だから結局アマゾンがいいのってそういう余計なメール送ってこないのがいいよね。いい、ほんとそれ。うん、でも食べ物となるとやっぱ楽天の方がいろいろあるからね。そうっすよね。今僕はアマゾンで一斗缶を買いました。お、一斗缶だけじゃなくちゃんと牡蠣が入ってるカンカン焼きセットを買いました。いいじゃないですか。結構ハマると思うよあれ。うん、楽だから。へえ、カンカン焼きします。うん、なるほどね。このお便りくださった方はおつまみだったらいいなって言ってるんですか？そうですね、なんかおつまみでハマってる料理ないですかっていうことなんですけど、うん、まあ料理っていうかお取り寄せを言っちゃいましたけどね。うんうん、でもなんか僕たちの周りだとスパイスカレー作ってる人めっちゃ多くないですか？多いっすね。うん、あれハマるでしょ。だってスパイスをさ、うん、一通り揃えるといろんな組み合わせでいろんなカレー作れちゃうからさ、うん、ハマる気持ちもすごいわかるよね。試行錯誤の幅がたくさんあるから面白いっすよね。面白い。ちょっとクミン多くしようみたいな。そう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 。あとレシピもめちゃめちゃ世の中にあるから、うん、あと最近スパイスカレーもいつも増えてきたし、挑戦しがいがあるよね。ほんと多いスパイスカレーハマってる人っていうのは。みんなスパイス界に上野行ったりとか新大久保行ったりとか。そうっすよね。あの SB のだけだとね、ちょっとコスポすごく高くてコスパ悪いんで。そうそうそう。うん、100均とかにも一応あるんだけどね、うん、あれだけだとちょっとコスパ悪いという。あとね、僕まだやってないんですけど、うん、
レモンサワーの素とか作りたいんですよね。あー、いいですね。あの焼酎とかあのレモンの皮とかいろいろ漬け込んで、何 2,3 回添いとくとレモンサワーの素ができると、うん、はいはい、それにあとはソーダを注ぐとレモンサワー飲み放題ってなるんで、そういうの作ってみたいなと思うんですけどね。どうすかね、ごちになるまで遠足さんもそういうことやってみるのは。いや、めっちゃいいと思いますね。毎年やろうと思ってやってないんだけど、梅酒つけたりね。そうそう、梅漬けたりね。今年なんかそういうのやるタイミングじゃないかなって気もするんだよね。確かに確かに。しそ焼酎みたいな。そうそうそう。なんかしばらくあの出かけないでさ、うん、家で飲んでてお店行くとさ、ちょっとお酒高く感じるじゃん。高いっすよね。僕ご飯が高く感じるようになっちゃった。そうそうそう。あ、レモンサワー500円すんのかみたいになるとさ。いや、500円ならいい方ですよ。1000円しますからね。そんなする？え、しない？レモンサワーが。え、しない？いや、めっちゃいいバーとか行ったら そういうのあるかもしれないけどさ、まあ居酒屋のレモンサワーは5、600円で済むけど、それでも家で飲むとさ、ねえ、100円しなかったりするわけじゃん。うん。なので、なんかお店で飲むとか食べるときにちょっと割高感を感じちゃってるので、いや、そうっすよね。うん、家でなんとかする方法っていうのをなんかちょっと検討したいなと思っちゃってるね。うんうん。なので、お酒作りちょっとやってみようかなと思って。ああ、それいいっすね。あれ、どこまでが違法？米からお酒作ったら確かダメですよね。そうだね。なんか例えばそういう米とか麦からビールなり作るとそれは免許がいるんだけど、すで、うん、にある焼酎をもとにレモン漬け込んでリキュール作るとかだったら、まあ、問題ないね、うんうん、そうなんす、うん、なるほどね。5時になるまでが遠足さん、おすすめは、はい、なんだろう、カンカン焼き、牡蠣のカンカン焼きとか、うん、あとぜひあの広宮の焼肉もおすすめだし、うんうん、お酒も作ってください。その辺じゃないですかね、おすすめ。お便りありがとうございました。ありがとうございました。